FM Naha. Your radio station. おはようございます。8月8日ただいまの時刻は8時を回りました。カルチャンペルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています。モーニング那覇です。本日水曜日のお相手は若菜です。今日も1時間どうぞよろしくお願いします。さあ、そうそう昨日ね、某番組の収録があったんですけど、まあ収録なんですよ、収録なんですが、ディレクターさんが収録用のテープを忘れてしまって待ち時間が1時間増えるっていうねハプニングがあり、もう私おかしくって、もうねそのディレクターさん汗びっしょりになりながら戻ってきて、すいませんって言うんですけど、もうその姿見たらねちょっと笑っちゃいけないけど笑ってしまって、いやーね、なんかいや撮影の時ってね、いろんな待ち時間あって結構ね長いこと待ったり時間が押したりすることってあるんですよ、普通にあるんですけど、まさかテープを忘れてそれを取りに戻るためにできた待ち時間ってね、そうそう経験することないですからね、おっかしいことが昨日ありましたよ。初レポーターのお仕事だったんですけど、本当にいろんな経験させてもらいましたね。スタッフの皆さんもとってもね人柄が良くて素敵な方たちばっかりでね、いい撮影だったんですけど、まあ何の撮影だったかはね、好評が OK 出たら、GO になりましたら番組の放送日も含めて番宣させていただきますので、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。さあということで今日のトークテーマ行ってみたいと思います。今日のトークテーマはこちらです。じゃん、涙もろいなと感じたことです。いやなんかというのもね、最近甲子園が始まっていろんな番組で特番やってるじゃないですかね。それを見てたらもうなんか涙出てきちゃってまあいろんなねドラマがあって、うん、こんな思いで甲子園にね来てるんだなって思ったら、もう涙が止まらない、止まらない。あとね、甥っ子の成長を感じた時ね最近はこう夏祭りで踊ってる動画が送られてきたんですけど、もうそれをね見ててうるうるしちゃっていつからこんなに涙もろくなったんだろうって思うくらい、涙もろくなったなって思う出来事がすごい増えましたねさあということで今日のトークテーマは涙もろいと感じたことです。皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは 780@fmnaha.jp、780@fmnaha.jp となっております。そしてこの放送はツイキャストユーストリームで動画配信もしておりますので、ぜひぜひお時間ある方はこちらもお楽しみいただければなと思いますよ。さあそして早速皆さんからメッセージいただいてますね。アイミルキーさん、カンパチさん、おはようございます。来てます。おはようございます。そして、ライチさん、グッモーニー
して仙人さん、オッケー、おはようございますって言ってますね。そして自転車の店さんからもおはようございますって来てます。おはようございます、今日もどうぞゆたしくです。さあ本日1曲目いってみたいと思いますよ。朝から元気になるこの曲いってみたいと思います。サンボマスターでできっこないことをやらなくちゃ、どうぞ。オフトークです。皆さんおはようございます。いや、いいですね、ライチさん。ハイバル快晴とあ注意。いいね、那覇も快晴でございます。まあまああ注意です。さあライチさん、88ステーキ食べたいってきてますね。さあそしてサムさん、愛見たいと、ミルアイミルキーさんはグルメレポートかなってきてますね。グルメレポートとはまたちょっと違うんですけど、あの会社のね、あのちょっとした情報というか番宣をするような番組だったんですけど、結構ね、あのもしかあ全国で CM 流れてるのかな、もしかしたらね、ご存知の方もいるかもしれないですね。あの先方さんとこう対談形式で番組収録させていただきましたが、結構あの面白く収録させていただきました。多分ね、来週のこの時間には番宣できると思いますので、チェックよろしくお願いします。それでは今日もどうぞよろしくお願いします。78.0 Anettai Radio FM Napa。時刻は8時9分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇です。これからのお時間は今日のお天気と道路交通状況をお伝えいたします。まずはじめに今日のお天気です。本島中南部北東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から夕方雨となるでしょう。波の高さは 2.5 メートル、うねりを伴うということです。降水確率は午前 20%、午後12時から18時は 20%、18時から24時が 10% となっております。そして日中の最高気温ですが、32度と結構ね、暑い真夏日になっております。皆さん熱中症対策はしっかり行ってください。そして本日注意報警報発表されております。本島地方では高波に注意してくださいということで、波浪注意報が発表されております。続きまして道路交通状況です。現在沖縄道上り
中城パーキングエリア付近にて故障車があるということです。規制はかかっていないようですが注意して走行ください。続きまして那覇市内の道路交通状況です。現在あさとから草原寺向け朝日橋付近山下方面おろく方面にて渋滞が発生しております。皆さんお時間に余裕を持ってお出かけください。以上本日のお天気と道路交通状況をお伝えいたしました。さあ今日のトークトーン、トークトーン待ってトークテーマ涙もろいと感じたことです。さあ、たけしーさん、おはようございます。東京は台風13号の強風域に入りました。雨も風もこれからどんどん強くなりますよということでね。そうですね、台風が今近づいてるみたいですね。明日が本格的ですかね。関東に一番接近するのはね。皆さん台風対策行ってくださいね。しっかりと油断してるとね、結構大きな被害が出てしまいますので。しっかりと台風対策して、今日はねなるべくもしね可能であれば早めにご帰宅くださいね。さあそして銀のホタルさん、おはわっからしゃーいでますねおはっていいですねそしてライチさん、先週末エグザイルのアツシが県内のラジオ局やテレビ局に出演してたけど若菜さんはお会いできましたかということで、残念ながら私はお会いすることができませんでした。忙しかったみたいですね。すごくいろんな収録をね点々とされていて、いや会いたかった。なかなかないですからね、来るってことね。いや今度来た時にはこちらにも来ていただきたいなと思います。さあ銀のホタルさん、涙もろいと感じたこと、水曜モーニング那覇の下地さんの笑いで涙出る。え、なんで笑いすぎてってことだよね。いいんだよね、それでプラス思考の考えで OK だよねさあそしてサムさん、アニメ見て何気なく泣いてしまうこと、確かに最近ねすごくアニメのこのなんて言うんですか、なんか忠実度というかすごく綺麗ですよね。なんか本当に、いやなんかアニメじゃないみたいな、 CG じゃないみたいなね、リアル感があって、しかもなんか物語がすごく出来上がってて、いやもうこれはねすごく私も思います。本当にぼーっとして見てても涙が出てくる時ありますさあそしてカンパチさん、年取るとすぐ涙出るさってなるほどね、涙腺がちょっとね緩くなってでもね私もそれまあまああります。でも私どちらかというと、もしかしたらね女性的な母性本能が強くなったというふうに思いたいなと思っております。さあ皆さんありがとうございます。こんなにねたくさんコメントいただいて、どん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 紹介していきたいと思いますよ。それでは前半2曲目いってみたいと思いますよ。こちらも元気になる曲です。リトルグリーモンスターで世界はあなたに笑いかけているです。どうぞ。今なんか不思議なコメント見つけましたよアイミルキーさん、ビールを飲みながらの収録ですかとなわけないじゃないですかこら別にこっち遊んでるわけじゃないですよ。あれですね、昨日の撮影の話ですよねなわけないじゃないですかしっかり真面目に法律の話をしてきましたよこんな私が法律の話って思いますけど意外とねちゃんと真面目にやりましたよ意外性にちょっと驚いて見ていただきたいと思います万全までもう少々お待ちください。
あ、いやかっちゃんさん嬉しい、わっかなかわいいねってやった今さ一回オフトーク下げたのに嬉しいコメント見つけてもう一回あげたありがとうございますよっしゃ今日頑張れそうやさもうそろそろ音楽終わるから終わろうねじゃよろしくお願いします。例えばあなたの夢叶えるよラジオは FM なは。ただいまの時刻は8時18分を回りました。これからのお時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに沖縄タイムス総合面よりお伝えいたします。首里なぎなた優勝、全国高校総合体育大会2018彩る感動東海総体第7日は7日、三重県の被災体育館でなぎなた団体試合を行い、首里が決勝で大分西に2対0で勝ち、2年ぶり2度目の頂点に立ちました。県勢の団体優勝は6度目、今大会で県勢第1号の優勝となりました。予選から全6戦で敗者を出さない勝負強さが光りましたということです。おめでとうございます。さあ続きまして、琉球新報スポーツ面よりお伝えいたします。興南明日1回戦登場、第100回全国高校野球選手権大会に県代表として出場している興南は7日、大阪府の日本生命グラウンドで実戦を想定した練習を行いました。試合は9日の第4試合に茨城県代表の土浦日大と対戦します。開始予定は午後3時半。興南の選手らは2日後に迎える試合に向けて7日練習からしっかり気合を入れ、楽屋監督の指導にも熱を帯びました。練習は午後3時から5時まで実践し、状況に応じた走塁練習と打撃練習を行い、投手陣は数十球投げて調整しましたということです。明日の3時半からですね、皆さんでテレビ画面もしくはラジオにて応援をしていきたいなと思いますよ。頑張ってくださいね。以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたしました。涙もろいと感じたことです。さあサムさん、若菜ちゃんの落ち着いた感じに泣いてもうたと来てますねこれは良い方向でいいですかね良くなってきたよっていうことでいいですかねさあそしてタケシーさん、最近すぐ泣くと、感受性が高まったのか単に涙腺が緩くなっただけか、わらとこれはね、どっちもどっちもありえると思います。感受性がね、高まるのは皆さんそうだと思うんですけど、涙腺が緩くなるのはもしかしたら女性の方がねやっぱり早いのかなっていう気もしないでもないですけど、でもほらね、どんどん年齢を重ねるごとに
涙腺が弱くなるとも言いますからこれはね、もしかしたら皆さんこれからどん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 感じてくることなのかなと思ったりもします。涙腺が緩くなったかなというふうにはね、感じることなのかなと思いますよそしてライチさん、友達の結婚式で高確率で新婦のスピーチでもらい泣きする、新婦のこと知らなくても泣ける、あれ不思議よやそうですよね、これはね、あの同感です。なんかもう感情移入しちゃいますよね。なんでですかね、なんか素晴らしいスピーチだなと思って最近もね、私も友達のスピーチがあって大号泣です。まあ中学校の頃からのね、中学校小学校かの頃からのお友達なので、いやなんかいろいろ思い出してね、涙しましたけど、これはあの本当に知らない人の結婚式でも泣けちゃいますよね。これ、うん、確かに不思議なことだなって私も思います。さあそしてアイミルキーさん、では涙もろいと同じですよ、感じた時。若菜さんと同じく高校野球もそうだし、オリンピックの名シーンなどスポーツの特集の番組は何回見ても涙が出ますと。うん、これはね同じくです。そう、高校野球ってね、なんかすごく感動しません？あの他のスポーツのね特集でいろいろこういうことがあって、こういうことを乗り越えてみたいなね、あのことをねドラマ化 したりとかしてると、いやーすごいいいなって思うんですけど、高校野球はね、もうあれはちょっとずるいですよね。なんか青春してるなって感じで、いやなんか言ってる自分がおばさんになったかなって思いはちょっとおばさんになってきてないかなって言わ、ちょっと心配になったなそして銀の蛍さん、元部長曇りすずちですね涼しいってことですね今読めなかったやつさ、危ねー危ない。そしてかっちゃんさん、わっかなリスナーの皆さんおはわかーと。そしてかっちゃんの天気予報&ラッキーアイテム、今日の兵庫県は晴れのち曇り、最高気温34度、最低気温24度、今日の夜には台風14号が発生し沖縄県に接近する恐れがあります。ラジオ聞いてるあなた、今日のラッキーアイテム、タブレット端末です、以上ですということです。確かにあの14号卵いますね、下にね。あ、いやな、ちょっと危ないな。タブレット端末であのしっかり台風情報を注意して見ていただきたいなと。私も見ておこう。これね、今週結構イベント満載なんですよ。なのであのちょっと台風来てもらっては困る同じくちょっと端末注視しながらあの見ておきたいなと思います。さあなんかいろいろ喋ってたらモーニング那覇前半終了のお時間が近づいてまいりました。引き続き後半8時30分からもどうぞよろしくお願いします。いや、いいですね、なんかこんなにたくさんコメントいただけるなんてもうね、朝からこんなにね喉を枯らして体操教室行くと必ず子供たちに、若菜先生風邪って聞かれるんですけどそんなことはない、あのここでエンジョイしてる分、後半の体操教室に響いてる私、子供たちに心配されておりますが至って元気でおりますさあ後半8時30分からもどうぞよろしくお願いします。後半ね、まず一つ目、まあ、皆さんご存知の方も多いかと思いますが、うちなーぐちなうからですねやばいな、あのいろいろね、かんだとかなんかいろいろコメント来てますが、見てますからね今日も絶好調で参りますさあ後半うちなーぐちなうはメンソーレです、どうぞ。
と拓司のうちなぐち NOW。 今日のうちなぐちはこちら、メンソーレ。メンソーレとはようこそいらっしゃいませという歓迎の意味を表す言葉です。あー、お腹すいたな。ウィーン、メンソーレー、オリジンバーガーへようこそ。ハンバーガー一つお願いします。はい、メンソーレバーガーですね。違う、ハンバーガー一つお願いします。メンソーレバーガー入ります。じゃあ一切メンソーレバーガー一つお願いします。お会計がですね、はい、500メンソーレになりますね。いや、さっさっほっほっ違うんですよ。はい、500円ですよね。いや、500円メンソーレです。はい、財布ごとメンソーレ。なんでよ、いいから早く商品出せよ。はい、お待たせいたしました。ハンバーガーですね。メンソーレバーガーじゃないばい。という風に使います。皆さんはメンソーレの使い方が分かったかな。ボボンボンボンドゥンバッバーワッドゥン。メンソーレの使い方難しいよね。気をつけようね。これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイあけぼの店、ステーキ 200g がなんと1000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。新都心に雪が降る？南の雪氷。牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市あじゃ 1-15-1南の雪氷新都心店。那覇のリゾート波の上海空公園。海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ波の上海空公園。お聞きの皆さん、おはようございます。8月8日、ただいまの時刻は8時30分を回りました。カルチャンペルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇です。本日水曜日のお相手は若菜です。残り30分もどうぞゆたしくです。さあ、今日のトークテーマ、涙もろいと感じたことということでお届けしておりますよ。早速、直樹先生、遅れました、おはようって来てます。おはようございます。大丈夫ですよ、30分あります。よろしくお願いします。さあ、そしてアイミルキーさん、テーマ、涙が出る瞬間。見たいドラマは録画予約して週に何本か見ますが、主題歌が流される後半の感動的な場面では必ず涙が出ます。制作側の思惑通りになってしまいますとそうですね、本当になんかいいところで音楽がね流れてくると、もうその音楽にねまたプラスされて涙が出てくるんですよね。本当にこれ制作側の思惑通りだと思いますここで涙流してやろうやつだみたいなねでもね、こうやってね、ドラマ見て涙が出るって結構いいことらしいですよ。なんかストレス発散というかね、そういうことにもつながるみたいなので、すごくいいことみたいなので、私これからもどんどん感動ドラマ、感動映画たくさん見たいなと思いました。それ聞いた時にね、ストレス発散になりますよって聞いた時にね。さあ、そしてかっちゃんさん、テーマ、わっかなが涙もろいと感じたこと。
かっちゃんの予想では、かっちゃんのしょうもない天気予報&ラッキーアイテムで笑いすぎて涙もろい以上とこれそうね、あの結構なんか笑いすぎて泣くことはあるからあのね、かっちゃんさんのあのこう毎週のね天気予報とかラッキーアイテムとかはね、なんかもうおかしくてうまく作ってるなと思ってね、なんか笑っちゃうんですけど、それを笑いすぎてね本当に涙が出てくるってことはあるので、これはあの間違ったことじゃないですそしてライチさん、全米が泣いた玉ねぎのみじん切りなんか映画のなんか、ね、タイトルみたいななんか言ってますけど、サブタイトルみたいにかっこよく言ってますけどこれは確かに誰もがありますね、玉ねぎのみじん切り。いや、みじん切りじゃなくても玉ねぎ切るだけで涙がね結構痛いですしね、出てくるんですよね泣き先生も玉ねぎを包丁で切るとき涙もろいと感じるってきてますねさあこんな感じで皆さんからのメッセージたくさん募集しております。募集じゃないや、待っていますメールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp となっています。またこの放送はツイキャスターユーストリームでも動画配信しておりますので、お時間ある方はぜひぜひこちらの方もお楽しみください。さあ今日のトークテーマ、涙もろいと感じたことです。アイミルキーさん、今年のドラマでは陸王が何回も泣かされました。今でも最終回は消さずに残していて、見るたびに泣いていますと、なんかね感動的な、まあ、特に気に入ったドラマとかはね何回見てもこれはね泣けるので、私も消さずに残してますコードブルーとか残してますさあ後半1曲目いってみたいと思います。エグザイルで君に夢中、オフトークでーす。さあサムさん、ヤバタニ園劇サバサバーってどういうことそしてかっちゃんさん、リクエスト人とよもらい泣き、わっかなスタッフよろしくお願いしますって来てますね。今スタッフに探してもらってます。ちょっと待ってくださいね、あったらちょっと流したいなと思います。いや、いいですね、なんかいろいろあの皆さん面白いコメントもたくさんありますね。銀の蛍さん、わっかなちゃんの可愛いところ、たまにうちのあぐちとイントネーションが出るところ、グッドグッドってきてますありがとうございますなんかあの最初はあまりこう沖縄の訛りとか方言出さないようにってこっちに来た時はね、那覇に来た時はしてたんですけど、このお仕事するようになってからあの方言とかね使うようになりましたし、訛りも悪いもんじゃないなと思って、最近からあの訛り復活しておりますでも嬉しいです、これをねあの褒めてくれるっていうのはね、あのどんどん都なまりも出していこうかなって思います。それでは後半も皆さんどうぞよろしくお願いします。 78.0 アネッタイラディオ FM ナパ、時刻は8時38分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしていますモーニング那覇です。これからのお時間は今日のお天気と道路交通状況をお伝えいたします。まずはじめに今日のお天気です。本島中南部北東の風晴れ時々曇り、ところにより昼前から夕方雨となるでしょう。波の高さは 2.5 メートル、うねりを伴うということです。
降水確率は午前 20%、 午後12時から18時が 20%、 18時から24時が 10% となっております。日中の最高気温は32度と暑くなっております。皆さん熱中症対策はしっかり行ってください。さあ、そして本日本島地方波浪注意報が出ております。本島地方では高波にも注意してくださいということです。続きまして道路交通状況です。現在沖縄道上りですね、中城パーキング付近にて故障車があるということです。規制はかかっておりませんが注意して走行してくださいということです。続きまして那覇市内の渋滞情報をお伝えいたします。現在あさとから草原寺向け、そして旭橋付近、山下方面、おろく方面、そして那覇空港方面で渋滞が発生しております。そして上野谷から泊まりに向けましても渋滞が発生しておりますので、皆さんお時間に余裕を持ってお出かけください。以上、今日のお天気と道路交通状況をお伝えいたしました。今日のトークテーマ、涙もろいと感じたこと。かっちゃんさん、かっちゃんはね、テレビで出産シーンとか見たら感動して涙もろくなったと感じ、もう年を取ったかな。以上ということです。いや、これはね、私もそうですね。やっぱり同じ女性だからっていうのもあると思うんですけど、頑張って頑張ってって思うとね、すごく涙が出てきます。そして私のお姉ちゃんね、ただいま絶賛陣痛と戦い中ですもう気になって気になってしょうがないんですけどね、無事に初出産なのでね、終わってほしいなって思いますけど、もう早く見たいですね、おいっ子。いやー、もう頑張ってほしいですね。お姉ちゃん頑張ってよ多分ね、聞いてると思いますのでお姉ちゃん頑張ってねさあ、そして直樹先生、涙もろいと感じたこと。映画さらば宇宙戦艦ヤマドのラストシーンは泣きました、わらわらとそうですね、なんか映画私見たかな、見てない気がする。なんかね、アニメのやつでは結構ね、何度も何度も見てるんですけど、あれはね、何度見ても泣きます映画はちょっと見てみたいな。直樹先生ありがとうございます。私ちょっとこれ見てみたいです。さあ、そしてライチさん、義母と娘のブルース、綾瀬はるかさん、目的で見たけど泣ける、昨日も泣けた、ミートゥーですラジオの準備をしないといけないことは重々承知しておりましたが、ラジオの準備の途中で義母と娘の、ブルース出まして手を止めてみましたよね。いや、なんか私ね、第1話から録画してるんですけど、なんか昨日見返してたんです。もうね、ずっと泣きっぱなしでもう10時には始まるね、スタートの時間には鼻水ビービーでいい感じで見れましたので、またね、来週もちょっと楽しみにしておきたいなと思います。さあ、後半2曲目行ってみたいと思いますよ。加藤ミリアさんでハートビートです。どうぞ。オフトークです。自転車の店さんからもリクエスト来てますね。ちょっとこちらも同時に並行で探してもらってます。ちょっとどちらかね、探せた方になるかなと思うんですけど、ちょっとお待ちくださいね。
さあそしてアイミルキーさん、沖田艦長が地球に着く直前に宇宙病で亡くなりますね。地球何もかも懐かしいと言いながら、いやなんてこなんてもう涙が出てくることを言うのそうなんですよね。これがあの宇宙戦艦ヤマトのやばいな、なんかいろいろ思い出してきたなちょっと話が止まらなくなりそうだからちょっと次行こうねさあ銀の蛍さん、黒ビール飲みながら法律番組の司会って来てますね飲んでないって言ったのに気持ちは飲みたいけど、あの大きい声で言えないけど気持ちは飲みたいけどさすがにね、あの法律番組の司会をしながらのビールは飲めませんでしたさあそしてライチさん、明日の15時半コーナーの試合、道がすくからラッキーと。そうなんですよ、沖縄あるあるですね。あのいざ沖縄県代表の試合がやってるとなると、スタート前からですよね、道が混まないというか、あのみんなどこに行ったのかなっていうぐらい車の交通量が一気に減ります終わるまでね。ちょっとね、私それもちょっと楽しみなんです、明日のどんな感じになるのかなってちょっと見ておきたいなと思いますよさあアイミルキーさん、トーク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 トーマは天神とみなされますわらとサムさんもいい方向でご判断よろぴこといやなんかね、間違っちゃいけないところで感じるんですよねさあ後半残り15分もどうぞよろしくお願いします。ただいまの時刻は8時47分を回るところです。これからのお時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに沖縄タイムス社会面よりお伝えいたします。アグニヘリ便再開へ。6月に墜落事故を起こし運航自粛中の那覇アグニ艦のヘリについて、運航会社のエクセル航空が今年10月から11月に運航再開の方針を固めたことが7日分かりました。同社は事故原因をエンジン関係の不具合とみて、機体をエンジン1つから2つのものに変えるなどの安全策を立てたといいます。県内各地へヘリのタクシーも再開する考えで、同社沖縄支社は住民の不安を取り除きたい、必要に応じて地元説明会も開くと説明していますということです。なんかいろいろ考えさせられますけどね、なんか事故がある とね、ちょっと住民も不安になりますので、安全対策しっかり行った上で運行再開してほしいなと思います。続きまして琉球新報総合面よりお伝えいたします。第1回国際沖縄空手閉幕。世界の50の国や地域から競技に1200人、セミナーに延べ2300人が参加した第1回沖縄空手国際大会が7日閉幕しました。大会や関連行事には観客、選手、関係者を合わせて約2万人が足を運びました。国際色豊かに彩られた1回目の記念大会で、参加者らは平和の部を力強く発信し、空手発祥の地沖縄で育った技法や精神を国内外の空手家に伝えました。最終日は各流派の師範や教師による空手セミナーや交流会が開かれ、
大会を振り返りつつ交流を深めたということです。以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたしました。トークテーマ、涙もろいと感じたことです。さあライチさん、あれだよ、病んでる時に夜の瀬長島で平原綾香さんのジュピターを聞きながら夜空と飛行機を見てたら泣けるよ、グッモーニーとそうですね、ジュピターもいい曲ですね。うん、しかも瀬長島ってなんかすごくロマンチックじゃないですかね。え、飛行機も綺麗ですよね、夜あそこ行ってみるとね。さあそしてサムさん、前の瀬長島だったらもっともっとシチュエーション最強だったのにねと。まあね、今あの開発されてね、いろいろこう瀬長島も盛り上がってますが、そうですね、昔も良かったですね。今はねまた新しい見方がありますけどね。さあそして銀の蛍さん、若菜ちゃんの今日の服明るい、もみじからお似合いと。もみじからかおかしいなさあそしていいですね、皆さんあのコメント盛り上がってますよ。さあそして同じく、あ、銀の蛍さん、若菜ちゃんの調子バロメーターは甘神多ければ調子いいとそうっすねなんかね、今日 の, あのトークテーマ、涙もろいと感じたことなんですけど私のなんかいろんななんかね、甘神のコメントで盛り上がってるさあそして仙人さん、そんなに興味なかったけどせがまれてコードブルー見に行ったんだけどめっちゃ感動して号泣わら、子供たちより保護者の方々は感動してたな、巨人ファンじゃないけど亡くなった選手の子供さんが始球式してたの見て職場でカレー食べながら一人で号泣しましたと。そうですね、なんかコードブルーってね、意外とな意外とじゃないですね、あのすごくこう考えさせられるねドラマなので、あのぜひドラマ見たことなかったよっていう人もね、あの映画今出てますね、ぜひぜひ見に行ってください。あの見てなくても分かるようなストーリーになってますのでね、ぜひぜひあの私も仙人さん同様おすすめしておりますコードブルーですさあそして自転車の店さん、涙もろくなると蓋したことで涙が出ること出るのもあるけど、泣ける映画を見ると号泣してしまいます。長崎ひろみさん、井上真央さん主演の8日目の、あ、はい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 、セミですね。ではしばらく席を立てませんでした。私ね、実はまだこれちゃんと見れてないんです。ちょっと今度見てみたいと思います。そんなに感動的なストーリーになってるんですね。ちょっともう早速今日でも映画借りようかなって思います。これ、いやーありがとうございます。なんか素敵なこと聞きましたね、泣けると号泣、席を立てなかったと、ありがとうございます。見てみたいなと思います。さあそして南紀先生、出勤なので退席ですと、また来週って来てますね。またぜひ来週よろしくお願いします。そっかそっか、頑張ってね出勤、そして気をつけていってらっしゃいませ。そしてアイミルキーさん、若菜さんがドイツから帰国するとき日本何もかも懐かしいと笑うシーンや笑うところですねといや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 帰国するときっていうか、あの懐かしい、うん
別に懐かしいと感じて笑うなかったよさあ銀の蛍さん、自分ひねくれてるドラマとか涙出そうと思ったら感情移入しないで客観視して見ていたら涙が出ないとドラマリコーも客観視してたからそんな感動する展開には実際にはないと見てたとこれね、きっと蛍さん、ひねくれてはないです。これはね、涙出さないように我慢してるだけでひねくれてはないですよ。私もね、いやこれ泣いちゃちょっと周りがみたいな感じるときはなるべく感情移入しないように見たりとかしてますからねそんなことはないですよさあ今日のモーニングナハ終了のお時間が近づいてまいりました。明日は橘小百合さんがお送りします。そちらもお楽しみください。さあ今日はリクエストいただきましたひととようさんのもらい泣きでさよならしたいと思います。来週もどうぞよろしくです。それでは皆さん元気にいってらっしゃい。さあオフトークです。皆さん今日もありがとうございました。いやちょっとしかひととようさん流せませんでしたけどすいません。いやなんかね皆さんのコメントがすごく多くて嬉しいことなんですけどね、なんか読みたいコメントとかもたくさんありすぎてすいません。さあそして、あ嬉しい、蛍さん無事可愛いお子さんが生まれますようにと。いや今ちょっと大事なところで噛んじゃったな無事可愛いお子さんが生まれますようにありがとうございます。お姉ちゃんだってよ、生まれますようにって願ってもらってます。嬉しい。もうねかれこれ陣痛始まってまるまる1日が経とうとしてるんです。実は促進剤打ってねいろいろ頑張ってるんですけどなかなかこう出てコンパしていてねお姉ちゃん苦しんでおりますちょっとねまだ体力があるうちに早く無事に生まれてほしいなと思ってますよ。さあサムさん、若菜ちゃんもこれからのスケジュール大変だろうけど熱中症夏バテにはくれぐれも気をつけてちばりよって来てますね。ありがとうございます。そうですね、沖縄もどん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 暑くなってきてますとは言ってもね東京とか内地の方に比べれば全然涼しい方だとは思いますけどね、海風が心地よく吹いてますので東京の方がすごく暑いですね。蒸し暑いというか全然風がね通ってない感じがしてね、皆さんも熱中症気をつけてください。さあもうなんか寂しいですけどオフトークも終了となります。来週もぜひぜひお楽しみください。そして皆さん熱中症に気をつけてお出かけくださいね。さあそれではまた来週です。本日もありがとうございました。気をつけていってらっしゃい。